こんにちは、ヨガ講師のタカです。今世の中はものすごい速さで変化し続けています。大激変です。明治維新だとかフランス革命以上の変化が起きていると言われています。当然ね、僕たちもその時代の変化に合わせて今すぐ変わるべきなんです。変わらなきゃダメなんです。変わらないでいると時代に取り残されてどんどん辛くなってしまいます。ただそうは言ってもね、僕たち人間は変わりたくても変われないようにできているようです。どんなに周りが変わったとしても、どんなに世の中が変わったとしても、自分だけは変わらなくていいや、自分だけは今のままでいいや、ぬるま湯に浸かっていた方がいいやっていうふうに思いがちな現状維持バイアス、偏ったものの見方を僕たちはしてしまいがちなんだそうです。だけど今のこのね、変化の激しい今この時代、この現状維持バイアス、僕たちの本能に負けてしまって変化しないでいると命取りになります。なのでぜひこの現状維持バイアスに負けないで一緒に変わっていきましょうね。今世界はコロナウイルスの影響で確実に二極化が進んでいます。そうですよね、コロナウイルスの影響で経済的な二極化が進んでいるし、価値観の二極化が進んでいます。で、ある世界的な起業家がこのアフターコロナの世界、つまり二極化後の世界をこのように予測しています。アフターコロナの世界、二極化後の世界は大きく進化する人と元に戻る人に完全に分かれちゃうんだそうです。僕もそうだと思うし、多くの人もそうだと思っていると思います。で、おそらくね、圧倒的にこっちの人、元に戻る人、元に戻ろうとする人が多いんだと思います。なんでかというと、僕たちはね、本能レベルで今どんなに辛かったとしても今のままでいいや、変わらなくていいやって思ってしまうような偏ったものの見方をしてしまいがちなんだそうです。だから僕たちは何か新しいことにチャレンジして得られるメリットよりも、何か新しいことにチャレンジして今持っているものを失ってしまうかもしれないデメリットの方が気になりすぎて、なかなか新しいことにチャレンジできない、一歩踏み出せない、これがどうもね、本能レベルなんですよ。例えばコロナウイルスの影響で仕事が減ってしまって、収入が激変して生活が苦しくなってしまった。これ実際にね、報道で見たんですけども、コロナウイルスの影響で仕事が正社員の方でも時給1100円ぐらいになってしまった、そういう人がね、随分といるようなんです。で、単純にじゃあ転職してね、もっといい収入がある仕事に就けばいいんじゃないかと僕は思ってしまったんですけども、だけどその方にしてみると、その新しい仕事に就いたとしても、そっちの仕事を慣れていないし、そしてそっちの仕事の方が今よりも大変になる、残業が増えてしまうとかね、それ以前に仕事転職しようとしたとしても、新しい仕事がいつ見つかるかわからない。わかります？さっき言った通り、一歩踏み出してね、新しいことにチャレンジして得られるメリット以上にデメリットの方が僕たちは気になってしまうんです。これ遺伝子レベルの話なんだそうです。僕たちの祖先はね、昔は当然こういうその大自然、大草原の中で狩りをして生活していました。だからすごく過酷な環境だったわけですよ。なかなか食べ物も手に入んない、で大自然の厳しい環境で、そんな中でね、自然の変化によって、天候の変化などによってなかなか獲物が取れなくなってしまった。そうすると選択肢はね、2つ。このまま辛い状況のままここに居続けるか、それとも移動してね、何十キロ何百キロ移動して獲物がいっぱい取れる、食べ物がいっぱい手に入る新天地に進むか。そうするとどっちを選ぶかというとね、ほとんどの場合、どんなに辛くても今のままでいいやっていう選択をしてしまっていたそうなんです。それなんでかというとね、この厳しい自然環境の中で、だ遠くまで何十キロ何百キロ移動している間に死ぬかもしれないからです。昔大自然の中ですから、アフリカでしたからね。だからね、もうしょっちゅうスコールがあったわけですよ、気候変動で。そうすると移動している最中に洪水に巻き込まれて死んでしまうかもしれない。あるいは昔はね、肉食獣もいっぱいいました。で、こういうものに移動中に食べられてしまうかもしれない。そういうふうにチャレンジすることで自分の命を失うかもしれない、そういう確率もものすごく高かった。なので
どんなに辛かったとしても今のままということを選択していたんです。僕たちの祖先はそういう祖先の遺伝子が僕たちの中にあるので、だから僕たちもなかなか新しいことにチャレンジしにくい。現状維持バイアス、今のままでいいや、今のままぬるま湯に使ってた方がいいやっていうふうに思ってしまいがち。だけど今この激変中のね、この世の中ではこれダメですよ。変わらないというのはもうね、はっきり言ってもう宇宙法則違反。宇宙は今僕たちに今すぐ変われって言ってるんです。世界は昨年2020年コロナのパンデミックによって大激変しました。どうですか皆さんはね、世の中がコロナウイルスによってこんなに変わるなんて思ってました？もう数年前、僕はコロナの前、まさかこんなことが世界に起きて、そしてこのウイルスによってこんなに世の中変わるなんて全く思ってませんでしたよ。だけど世の中にはこの2020年に地球がね、世の中が大激変するということを知っていた人たちがいます。それは占星術師たちです。2020年のホロスコープ、星回りは数百年に一度しかないとてもね特殊なものでした。なので世界中の占星術師たちが数年前から2020年は世界が大激変するということを知っていました。予測していたんです。2020年の大激変を事前に多くの人が知っていた、予測できたということは、2020年の大激変はこれは決まっていたということです。つまりね、2020年の大激変はこれ宇宙のシナリオ、宇宙のシナリオ通りということです。そうなんですよ。もう宇宙がね誕生した時にこう決まっていたはずなんですよ。ということはね、今宇宙は僕たちにこういうメッセージを伝えているということです。もう2020年から僕たちに変化しなさいって言ってるんですよ。そうですよね。だからこう宇宙の法則なんですよこれね。だから宇宙が変わっていく、世界が変わっていくのに合わせて、当然宇宙の一部である僕たち、世界の一部である僕たちも自分の周りに合わせて当然変わっていかなきゃならない。つまりね、今変わろうとしないのははっきり言ったら宇宙法則違反、宇宙の意思に反している。だから僕たちを生み出した存在ね、宇宙なのか宇宙を創造したものなのか分かんないですけど、僕たちを生み出したものが僕たちにもう今すぐ変われって言っているということなんですよ。とは言ってもね、どうやって変わっていいかわからないという人もいると思います。そこでね、一つ僕から提案させていただきたいと思います。今変わりたくても変われない人はぜひ、じゃーん、これです。新たにチャクラ習慣術を身につけてはいかがでしょうか。ごめんなさい、宣伝です。ここからは宣伝です。いやだけど本当ですよ。これからね、新しく変わろうとする人、変わりたい人、何をすればいいか、新しい習慣を身につければいいんです。でいっぱいありますよ。その中の一つで僕ができること、皆さんにお勧めできることの一つと捉えてくださいね。幸せチャクラ習慣術というのを身につけてはいかがでしょうか。つい先日こちらのねオンラインサロンを主催していただいているクローバー出版さんからありがたい嬉しいご連絡をいただきました。ちょっとねご覧ください。こういうご連絡でした。お客様からの大反響にお応えして、今回満を持してこのね第2期の販売が決定いたしました。昨年末にね募集した第1期、おかげさんで大好評だったらしいんです。なのでこの度今回新たに第2期を募集することが決定したそうです。ありがたいです。だから第1期受講いただいた方ね、本当にありがとうございました。ちょっとね自分で読むのもね何なんですけどね、ちょっとご覧ください。受講した多くの方から質問感想が止まらない、大反響を呼んだ大人気のコンテンツなんだそうですよ。そして1期目の受講生の感想も紹介されています。これ本当にね嬉しかったです。タカさんの動画に出会い、毎日動画を見て人生観が大きく変わりました。ヨガに対する意識が変わりました。ヨガ哲学を教えていただきありがとうございました。ライブを見て泣けました、などなどですよ。僕もちょっと読んでて鳥肌が立ってますけども、本当にありがたいです。なのでもし ね宇宙からの変われというメッセージを素直に受け取って、だけど変わりたいけどどうやって変わっていいかわからない
そんな方はもうぜひきっかけとしてこのチャクラ習慣術に参加していただいて、新たな習慣を身につけて一緒に変わりませんか。もうぜひ変わりましょうね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ。